北里大学保健衛生専門学院の2018年度入学式が新潟県魚沼市小出郷文化会館で開催されました。午前11時開式、ういういしいスーツ姿の新入生たちです。各学科の新入生は一人一人の名前が呼ばれ、少し緊張の面持ちでした。2018年度医療専門課程臨床検査技師養成課第37回入学生、2018年度栄養専門課程管理栄養課第15回入学生、2018年度看護専門課程保健看護科第14回入学生、2018年度医療専門課程臨床工学専攻科第16回入学生。新入生の皆さん、北里大学保健衛生専門学院へのご入学おめでとうございます。入学後の皆さんは講義や実習および病院などでの臨地実習を通していろいろな医療知識、技術、患者様との関わり方を学びます。自分は素晴らしい目標に向かっているんだということを常に忘れないことです。小畑文也学院長からの式辞に続き、ご来賓の先生方から新入生に向けてお祝いと励ましの言葉が送られました。実学を教え実践することが法人の使命であり、北里大学保健衛生専門学院の使命でもあります。学院での学びはまさに実学です。実学を身につけ卒業後にはプロフェッショナルとしてご活躍ください。自分の視野を広げてください。それがこれからの先人皆さんの人生を切り開くようになると思います。どうか初心を忘れず目標に向かって頑張ってください。一緒に学ぶ友人たちとお互い助け合いながら有意義な学生生活を過ごしてください。多くの方々に支えられていることを決して忘れず、一日一日を大切に過ごしていきます。私たちはこの伝統ある本学院の学生としての自覚を持ちながら、それぞれが目指す道を仲間と共に歩み、互いに高め合っていくことをここに誓い、先生の言葉といたします。合わせて前年度の学業成績並びに人物が優秀と認められた学生に対するオスカー・フェルゼンフェルド賞の表彰が行われ、各学科から選ばれた13名が晴れやかなステージに上がりました。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。不安なことも多いかと思いますが、友人や先生方、地域の方々などいろいろな人と関わるようにし、目標に向かって頑張ってください。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。卒業までの間に学ぶことがたくさんあり、大変な時期もあるかもしれませんが、ここ北里で励まし合ったり相談し合える仲間と一緒に教員ともども頑張っていきましょう。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。